メットライフドームからお伝えしてまいります。埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズのゲームです。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まもなく試合が始まるわけですが、西さん、試合前というのはビデオをチェックしたりデータを集めたり、西さんは結構そのデータ重視されるタイプでしたか？まあ、一応ね、相手のデータを見ながら、試合に臨みますけれども、まあ、どのチームをちゃんとミーティング。まずはライオンズの先発榎田がメットライフドームのマウンドに上がります。さあ、マリーンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。最初は変化球持ってきました。ストライクです。2球目は何で来るか。いいまっすぐですよね。はい、低めストレート、空振りでストライク。あっという間に2ストライクです。変化球で空振りを取ります。まず1つアウトを取りました。バッターは2番に入っている鈴木。榎田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球空振りです。これが2球目。いいボールでしたけどね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。3球目は何で来るか。打ちました。取ってツーアウトです。バッターボックス中村、ツーアウトになっています。マウンド上のピッチャーは榎田、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。ファウルになります。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。2回表に入ります。追いかけるマリーンズの攻撃。バッターボックスには指名打者の井上。ライオンズリードで迎える2回です。これが1球目。アウトコースストレートが決まっています。2球目も決まります。ライト方向を流しました。これはどうだ。取った、アウト。そのままタッチしてワンアウト。バッターは5番マーティン。榎田、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。
いいコースでしたけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。見逃し三振。バッターボックスには6番レアード。ツーアウトランナーありません。これが初球。インサイド変化球決まっています。さあ2球目は何か。今のはよく見ましたね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。ボールになります。このクロスファイアは対応が難しいでしょうね。はい、低めストレート、空振りでストライク。ツーボールツーストライクです。ファウルになります。打ちました。打ち上げた。ファウルグラウンドへのフライです。キャッチャーが構えます。掴んで3アウト。3回の表、7番から始まるマリーンズの攻撃。角中が打席に入ります。ライオンズリードで迎える3回です。インサイド決まっています。次が2球目。いいストレートですよね。アウトローのストレート、空振りです。ノーボールツーストライクです。しました。ライトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。ライトが取りました。ワンアウトです。8番バッターはキャッチャー田村。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。出てしまいました。デッドボール、完全、やはり痛めました。今やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようです。マリーンズがダイソーを送ります。柿沼がファーストランナーに入ります。さあランナーを一塁に背負います。バッターは藤岡。バントの上手い選手なので送る可能性が高いでしょうね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。まずは見送り。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。内野はバント警戒してませんね。ゲッツー体勢ですね。そのようです。ファウルになります。惜しいですね。はい、インコースわずかに外れてボール。
さあ4球目は何か。打ちました。打球はセンターへ。センター掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター荻野、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。2アウトになっています。2球目は何で来るか。よく見ましたね。はい、低めわずかに外れてボール。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクと追い込みました。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。4回に入っていきます。追いかけるマリーンズの攻撃。2番バッター鈴木、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ライオンズリードで迎える4回です。まあ、このカウントは狙っているボールだけを打っていく感じですね。なるほど、そうですか。変化球タイミング合いません。インサイド落ちました。これはどうか。ピッチャーが取る。アウト、ワンアウト。バッターは3番中村。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。えのきだ、まずは先頭バッターを打ち取っています。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。見逃し三振。好投を続けています。バッターは今日 DH に入っている井上。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球は際どいところに来ました。ストライクです。引っ張った、高いバウンド。中村一塁アウトでスリーアウトチェンジです。5回の表にゲームが進んでいきます。追いかけるマリーンズの攻撃。バッターボックスは5番マーティン。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れている。初球打ち、センターへ打球伸びる。秋山抑えてワンアウト。打順は6番レアード。先ほどの打席はファールフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはライオンズが榎田、そしてマリーンズが石川、この2人の投げ合いとなっています。これが2球目。入りました。あっという間に2ストライクです。これが3球目。低めへの変化球は決まりません。ここは釣り球をしっかり見極めたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。変化球で空振りを取ります。バッターボックスは7番角中。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。2アウトランナーありません。内へ低めの変化球。ノーボールツーストライクです。
アウトコース打ちました。源田が抑えて3アウトチェンジです。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。メットライフドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるマリーンズの攻撃、バッターはダイソーから起用されている柿沼。ライオンズ大きく点差をつけて6回を迎えています。最初は変化球できました。ストライクです。さあ2球目は何か。ボールになります。次が4球目。アンパイアの手が上がってもおかしくないボールですね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターボックスは9番藤岡。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは注意していった方がいいですね。そうですね。榎木田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。いいストレートですよね。インローを指にかかったストレートで空振り。ノーボールツーストライク。緩いボールできました。打ち上げました。ここはフライになっています。4球目打っていきましたが2アウトとなっています。打順はトップに帰って荻野。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。2アウトになっています。入れてきました。さあ3球目は何か。ファウルになります。ファウルになります。見逃して三振です。3アウトチェンジ。7回の表追いかけるマリーンズの攻撃、2番バッター鈴木。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ライオンズ大きく点差をつけて終盤7回を迎えています。打った、取りました。ワンアウトです。打順は3番中村。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは積極的にいってほしいですね。そうですよね。榎木田、まずは先頭バッターを打ち取っています。抑えの効いたいいボールですよね。はい、低めストレート空振りでストライク。あっという間に2ストライクです。
2敗、際どいコース。ファウルになります。いや、よく見ましたね。素晴らしい選球眼ですね。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました。浅いフライ、変化球に泳がされてツーアウトとなっています。バッターボックスには指名打者の井上、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトになっています。ファウルです。ツーストライクです。ボールになります。振っていきましたが三振、スリーアウト、チェンジ。ゲームは8回に入ります。追いかけるマリーンズの攻撃、バッターは清田。ライオンズ大きく点差をつけて8回を迎えています。際どいコースに送ってストライク。次が2球目。打ちました。これは大きい、伸びていく。変化球を打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。バッターボックスには6番レアード、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。これは手が出ないか。ノーボール、ツーストライクです。打ちました。源田取ってツーアウトです。バッターボックス角中、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球持ってきました。ストライクです。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。インコースを厳しく攻めます。4球目は何で来るか。ここは高めのボール、誘ってきましたが手を出しません。見逃し三振、スリーアウト、チェンジ。さあマウンド上の榎田、依然ノーヒットピッチングです。打ちました、取りました。一塁そのまま入ってアウト。ノーヒットノーランまであと2人。バッターボックス藤岡、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。
榎木田、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ですね、はい、低めにストレートが決まっています。あっという間に2ストライクです。ボールになります。これはバット出ず三振です。これで2アウト。ノーヒットノーランまであと1人。打順は1番に帰ります。バッター荻野、今日は3打席すべて三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。2アウトランナーありません。さあ勝利まであと1アウトとなりました。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあつなげるか。スライダー決まりました。キレがありますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ワンボールツーストライク。惜しいですね。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。平行カウント。打ちました。弾き返した打球はレフトへ。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。西武ライオンズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。西さん、投打がしっかり組み合っていました。チーム力素晴らしいですね。そうですね、打つ方も投げる方も、そして守る方も非常に集中力が高かったですね。そうですね、完成度の高さを感じた、そんなゲームになりましたね。勝った西武ライオンズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のマリーンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。